みなさんどうもこんにちは、あおやんゆりでーす。はい、ということで今日は、まあ、こちらに並んでる通りの香水紹介をねやっていこうと思うんですけど、はい、お気に入り香水、どんな気持ちですか？今日はちょっとこちらに私たちのファンクラブアンエリエンキューピッツの中からスクラッチスクラッチだよね、うん、で当たったあのファンクラブのキューピッツの2人がなんか撮影観覧みたいな感じで、もうここにいるんです。もうすぐそこにいて、こんにちは、こんにちは、ようこそ。なのでちょっと今日は2人だけの撮影じゃなくて、視聴者の方が目の前にあの実際にファンの子がいるので緊張してるんですけど、やばい、なんか頑張ります、頑張ります。今日は香水を、なんかあれでしょ、コメントとかですごい来てたんだよね。そうそう、香水紹介してくださいみたいな感じで、だから今日はちょっとお気に入りの、お気に入り香水、そう、5個じゃあトップ5ですね。トップ5にしよう。あ、え、トップ 5? え、違う、え、どういう感じ、え、トップ5にしよう。じゃあまず5ね。はい、だらん、それはブランドどこ？オールドパフュームベティベリア。さあどう思う？もうゆりのちゃんの匂い、なんかね、なんか3年前くらい思う。わかるー、超わかる。うわー、なんかこれでおしゃれしてる、なんかね、いろんな、いや、もう韓国じゃん、韓国の匂いだよこれ。なんかちょっと渋いくよね。やばすぎる、渋い、ウッド系っていうの。確かにウッド系が好きだよ、うんうん、ウッド系が好きだから、うん、ちょっとあのフローラルとか甘いとかじゃなくて、うん、これはウッド系で、かっこいいよね。なんかちょっとペッパーとかそっち系も入ってる気がする、うん、かっこいい匂いの。こちらは思い出が、めっちゃ懐かしい、なんかきっつ、めっちゃイテモンやん。わかる、韓国の時にこれはつけてた。めっちゃイテモンだわ、それが5位なんだ、うん、これめっちゃイテモン、それ5位なんだ。え、これ5位でした。5位ね、うん、じゃあ5位、じゃん、これマーク・ジェイコブスのデイジーっていう香水です。これね、見て、見ての通り全然つけてない。あー、確かに可愛いかも。見た目可愛くて買ったんで。でもいい匂いだね。そう、でもなんかいい匂いなの。トゥインクルっていう匂いだって。でも超トゥインクルっぽい。トゥインクルって何？魔法？こういう感じ。うわ、ま、なんかママの匂いなんだよ。いい匂い。こういうなんかナチュラルな香りっていうよりかは、フローラルって感じ。そう、作られた匂いみたいな。フローラルだよね、完全に。え、いい匂い。でも見た目が可愛くて。飾ってるでしょ。飾ってるだけ。持ち運べないじゃん、これ。うん、そうだね。ね。だけど超可愛くて、多分免税で買ったんだよね、多分っていうか絶対モテそうだ。そう、モテそうだよね、なんか可愛い女の子。確かに、なんか可愛い女の子。なんか振り返っちゃうよね、なんか、うん、え、こんな匂いの子誰みたいな思ったらすごい、うん、なんかデパートとかにいそう。あ、そう、でもいい匂い、いい匂い、いい匂い。ママこういう匂い好きだった、天気のいい日の匂いが。あ、そうかも、そうかも、そういう感じ、うん、お花、これ5位ね。オッケー、これがね、いるのね、何位なんだそれ。これはアリアナグランデのプロデュースした香水で、なんかクラウド、雲の形じゃん、クラウドバイ。え、見た目が可愛いよね。いるのもこれ匂いとかかがんで買ったもん。見た目可愛い。マジ？そんなことある？まあでも確かに。なんか可愛くないかって、こうやって立てれるの。え、可愛すぎる。アリアナって感じ。うん、可愛い匂いじゃない？でもやばいよこれ。可愛いこれ。え、これつけていい？もう頭おかしくないですよ本当に。え、大丈夫。こっち。甘いんだ。これは甘い、すっごく甘いの。海外の匂いがする。めっちゃ甘いけど超いい匂い。えれえ、3週、1ヶ月はいないけど2、3週間ぐらい。その時に毎日これつけてたから、もうこれもつけるとめっちゃいい。えれえなんだ。え、つけてたっけこんな匂い。え、めっちゃつけてたよ。つけてたっけ。こんなないんだ。でもさ、最近また1回つけた日があったじゃん。それでめっちゃなんか、何この匂いみたいな、なんかいい意外な匂いだったの。甘いの。そう、甘い。でもこれ好きな女の子いっぱいいるよね。なんかこれは学生とかも好きそうなんですね、うん、だって一時期こういう匂いハマったもん私、あの、あ、ボディスプレーのさ。あ、確かに。そう、海外のさ、なんかボディファンタジーとかビクシーとか、そっち系。あ、もう超懐かしい。これ本当にやばい、この匂いは。これはみんな好きだ。甘くて嫌いな人いない。ポップな匂いがすごい、うん、確かに。じゃあ次この中の4位だったらこれだね、これこれ。はい、マルジェラの香水です。これはみんな使ってる人多い気がするけど、この匂いはどうだろうね。バブルバスっていう種類いっぱいあるの。そう、これ種類いっぱいあるの、このマルジェラの
これ、うん、レプリカっていうの、うん、これレプリカじゃん。でもそのまま読めばレプリカ、そうレプリカだよね。とにかくマルジェラのお店に行けばあるよっていう香水なんですけど、うん、この香水は可愛くて買ったんだけど、いっぱい種類があって全部匂ったわけ、確か。そう、お店の中で。お店の中で全部匂って、これはバブルバスなんで、お風呂みたいな匂いです。これもちょっときつめなんだよね。なんていうの、ナチュラルな匂いではない。うわでもめっちゃ私の匂いじゃない？本当だ。最近つけてた。え、そう、うん、え、あんま印象ない、うん、あ、でもこれね、多分めっちゃ量つけたりしないと、なんかナチュラルなのかな。朝だけつけたら長持ちしないから、そんなに匂いが。うん、これ4位だね。そうなんだ。でも結構使ってるよ、ほら。これ量多いもんね。これ量多い。同じこと言ってるだけ。でも普通におすすめだし、おしゃれだから、なんかこう持ってるだけで、ね、うん、てかいっぱい種類あるからね。そうそうそう、男の人とかも使える匂いもあるし、もっとなんか甘い匂いもあるし、うんうん、これは多分超真ん中フレッシュ。はい、次。じゃあ3位ね。いいよ。はい、これさっきの5位と同じとこのやつだけど、マジなんて読むかわからないよ。サンタルームかな。サンタルーム、はい、はい、なんですけど、ここはもう言うの、だってこれ2本目でこんななくなってんのね。あ、じゃあやっちゃいるのちゃんの匂いってことだ。そう、これすごい気に入ってて、サンタルの匂いすごい好きで、うん、そうだね、いい匂いだよね、うん、これはなんか、え、何の匂いみたいな感じの、うんうん、なんか何の匂い、嗅いだことのない匂い、すごいのが混ざり合っているんだろうね。なんかね、このなんかすごい魅力的な匂いがする。でも確かにサンタルの匂いかも。サンタルの森とか行ったら、ちょっとアロマチックの匂いしない？あ、そうかも。なんかすごいおしゃれな匂いがします。この匂いは私なんかめっちゃ身近な匂いがする。そらそうだよね。だって入れ口つけてるんだ。3位これ、じゃん。いつ買ったやつかわかんないけど、ちょっと書いてあるから見てみる。多分韓国のやつじゃないと思う。これ東京だ。2020年の2月去年のじゃん。え、すごい。でも見て、全然入ってない。そうだよね。あんなベビーって汚っ。めっちゃね。でも可愛いよねルラボって。これは代官山とかにあるんだよね、うん、お店があって、海外とかにもあって、でその日に調合してくれるよね、これ、うん、そうだよね。その日に調合して名前とかこう日付とか彫ってくれる、買った場所とかね。だから韓国で買うと、ここがカードスキルになって、韓国の行った日付になって、アンナベイビーになるって感じなんですけど。そうね、私がリピートして買ってる匂いはこのイラン49番。いい匂いだよね。でもなんかね、ポップコーンみたいなさ、なんかディズニーランド思い出さない、これ。なんかプーさんのハニーハントみたいな匂いするの。なんか本当？本当。あ、する。ちょっとする。覚えてるでしょ絶対、うん、めっちゃ一緒に遊んでた時の匂いだよ多分。だって2月とか。泣きそう。思い出があります。2年1年前だね。でもアンナってでも2回買ってるから、めっちゃ古じゃん。めっちゃね、なんかこう浴びるのアンナのタイミングって、人がつけるようなタイミングじゃない時につけるの。なんかアンナが香水つけ出したら、あ、ユノも香水つけようってなるようなタイミングでつけるから、なんかやばい、もうみんながあ、めっちゃいい匂いするってなった時はもう絶対アンナが香水をつけた。あ、確かに言われる。自分ではね、そのタイミングでつけた。なんか別になんかどっか出るとか、なんかなんでそのタイミングでつけるか分かんない思い出すんだよね、なんかつけなきゃ、やばい、つけなきゃみたいな。でもさ、自分でつけてるとさ、匂いって分かんなくなるじゃん。あ、そうだね、かついてるのか。だからめっちゃかけちゃうんだけど、みんなになんかアンナの匂いが残ってるわとか、うんうんうん、うわ、アンナの匂いだって言われる。超この匂いはなんか自分が遊んでた時の匂いって感じ。確かに、確かに。また買いたいわ、また買いとる。ラボ、うん、ラボ行きたい。3個目はこれ。え、3個目今。あ、4個目。4個目ないね。トップ2。トップ2すごい。ダーン。これはトム・フォードのサンタルブラシ、ブラシっていうかな、うん、高いのよ、トム・フォードの香水って、ね、なんでこんな高いのって思うから、免税で絶対買ってたんだけど。免税って超並んでるもんね。でもいるのは、これはあんまり使えない、高いから。あ、確かに。なくなるの嫌だね。すごいさ、ブランド価値としてすごいよね、トム・フォードの香水って。どうなんだろうね。どうしようかな、つける。あ、いいよ。じゃあこの辺の付け、真っ黒肌。あ、やばい、もう頭バグってきた自分の時。あー、やばい、懐かしい。え、え
これつけてた時期あったっけ、待って、あ、ライブの時これつけてたでしょ、なんかつけてると思う、イージーパワーとか、いや、わかる、そうだと思う、多分これに全部の中で上品、え、わかる、やっぱお金の価値があるんで、上品のそのレベルがやっぱね、さ、うん、なんか品がある系だわ、わかる、簡単に出せない匂いしてない、うん、高そうな匂いですよね、そうだよね、だからあんまり使えないのと、だからちょっと大人な買い物したい日とか、なんかちょっと美味しいご飯を食べに行くとか、うん、そうかもね、そうだから散歩に行く時とかはつけないけど、ドレス着てる時とかちょっとなんか開こうかなとか、なんかそういう日につけたくなる香水で、これもサンタルだから色が好きな、ウッド持った、ウッド のもう大人ウッド、サンタル好きやん、そうだね、めっちゃ大人、え、大事に使ってる、うん、すっごい大人な匂いだった、これさ、でも今トム・フォードの香水バーって30個ぐらいあるじゃん、その中で全部匂うじゃん、うん、これが一番好き、でもさ、30個ぐらいあるとさ、うん、ジョン・マローンとかもさ、めっちゃあるじゃん、こうやって匂ってる時にさ、みたいなやつあるよね、うん、なんか違う違う違う、あった、違う違う、違う違うみたいな、それだった、すごい、こちらは素敵な香水でしたね、2位これが、はい、じゃあ私の2位はこれです、発売したてイソップのエルミアなんかこれはイソップの香水がずっと多分4種類くらい3種類くらいだったかな出てて、今年に入って最近出た香りの3つくらい新しいのが出たらしいんですけど、何個か出たんだ、そうの1個、イソップの香水は結構おすすめするよ、私結構好きなんだよね、これはお花になった気持ちになる、お花の匂い、最近つけてる田舎なんか匂いっていうか、なんか自然の匂いが、あ、そう、自然に帰るみたいな、イソップってちょっとオーガニックなイメージだから、そういう匂いが作れたんだな、多分そうなの、なんかイソップの香水私3種類ぐらい使ってて今まで、もそれも全部なんかウッドとか、めっちゃ好きな匂いあったあるよね、花の匂いとか、うん、そっち系なので、あとちょっとスパイスが効いた、うんうん、なんか匂いとかもあったんだけど、これが一番華々しかった、うん、花々しくない、うん、なんか花がお花屋さんの匂いする、お花屋さんの匂いだよね、うん、なんかお花と茎の匂いのいい匂いのいい匂いって感じなので、お花屋さんだなと思ってこれを買ってみました、ナチュラルな匂い、うん、確かに香水つけてますじゃないの、あ、そう、こっち系はさ若い頃にすごいなんかそうだね、こういうザ香水みたいな、でも最近はちょっとね花とか木とかの匂いが好きよ、でイソップもはめっちゃそういう匂い、うん、これ2位、私タタンタンタタン堂々たるこの10人の中から選ばれた1位、それだよね、ルラボサンタル33です、私これつけてる人全員好きだわ多分、うんうん、韓国の私たちのお兄ちゃんがいてジミンがつけててジミンの匂いだね、韓国行った時ねずーっとなって、ね、ジミンの匂いだ、ね、匂いだ、何の香水使ってんのみたいになったんだよ、何の匂いみたいな、うん、で聞いて一緒に買いに行ったんだよね韓国で、あ、そう、韓国でもうこの匂いを嗅いだらこれをゆるのもつけたいって言って買ったんだけど、うん、もう好きすぎてさ、バイバイするときにもう本当大好きな超仲いいからね、だからもう帰るのが寂しすぎてもうジミンのサンタルをバーってじゃあつけてもう匂い持って帰ってね、バイバイするのが寂しすぎて、これね、しかもすっごい匂いが残る、めっちゃいい匂いなの、そうお洋服とかにつけてて自分の匂いとお洋服の匂いとミックスして、うん、人それぞれちょっとマッチして匂いが変わるんだけど、うん、これをつけてたらすごい印象に残る気がする、あ、確かに、ね、か印象に残る匂いだよね、これ何なの、天才、すごいんだよ、何の匂いみたいな、うん、見たくなるくらいいい匂いなの、しかもさ、ルラボってさプレゼントにもいいんだよ、なぜなら名前も惚れたりするからね、うんうん、ハッピーバースデーとかここにかけたりするんだよね、名前とかね、いいよね、1位だったね、興奮した、やっぱりね、じゃあ私の堂々たる1位はもちろんこの子です、ダン、これはブルガリの香水、私もうこれ小学生ぐらいから多分つけてる、小学生から香水つけるってマセってるよね、かなりね、うん、でもさ、ママがさ、その時さ多分一番イケイケの時代だったの、私が小学生の時が、でもコスメとかコーチ系がもうめっちゃママの部屋にあって、うん、でも子供だからさ、つけたら遊んでするじゃん、うん、アンナはベイビーだからこの匂いってママに言われて渡されたのがこれか、あ、そうなんだ、哺乳瓶みたいなね、かわいい、これはベイビーパウダーの匂いなんだよね多分、で私これずっとつけてたんだけど
亡くなった時にブルガリーベイビーパウダーの匂いってグーグルで検索したら出てきた。そうなんだ、じゃあやっぱそうなんだね。そう、これもうね、やばいか、アマゾンで毎回買ってるんだけど、ずっとアンナのイメージだよ。もうやばいよね、これ。どう？やばやばいよね、なんかいろいろ思い出すよね。いろいろ思い出す。でもアンナの最初からのイメージだわ。もうめっちゃなんかファーストアンナのイメージ。あー、そうだよね、ずっとそうだよね、これ。めっちゃ若い頃のアンナ思い出すかも。これ、うん、一生懸命頑張ってたアンナ思い出す。汗の匂いとともにこれかけてたからね、うん、これずっとこの香水は常にストックがある、うん、これもうなくなって1本、うん、今日開けた。やばいやばいアンナの寮の部屋の匂いだったらマジやばい。あ、そうかもそうかも。めっちゃアンナの部屋の匂いする。やばいね。今でも買えるから。でも多分店舗とかには絶対に置いてないの、ブルガリの。あ、そうなんだ。もう絶対置いてない。どこだか、アマゾンですか。アマゾンとかネットで買ってる私は。そうなんだ。生産停止しないでほしいんだよね。そうだね、もうバカ買いしてたらいいんだ。確かに、バカ買いしとかないとね。そんな感じ、これが1位なの、私の。そうだね、これだね、イメージでもアンナの匂い。そう、ずっと使ってる。皆さんも好きな匂いは何ですか？思い出ある。うん、全部にね。やば、全部に思い出あるよね。あと買った場所とかもあるじゃん、免税とか、うん、そう、なんか海外で買う、免税で買うと香水って安いからさ、うん、なんか欲しくなっちゃうんだよね。だから免税にならないもんね。そう、あともう海外でしか買えないさ、香とかどこに、うん、もう海外でしか買えなかったしさ。確かに、早く海外行けるようになりたいな。うん、いろいろ祈るばっかりです。本当にそれを祈るばかり。でもなんか可愛いね。なんか、you know、香水、あ、で、香水集めるの好きじゃない？あ、好きかも、ね、集めちゃうよね。そう、なんだろう、あってもあっても困らないから。あ、そうそうそう。で、飾ってても可愛いし、うん、女子の憧れ的な感じもあるから。そうだね、なんか女の子ってなんか3個ぐらい持ってるイメージあるもんね、うん、1個じゃなくて。確かに。で、日によって変えたり。そうそうそう。これでも全部おすすめだね。ね、どれも好き、嫌な匂いなかった。そう、私たち的に。そうだね。だって10個あっても10個いい匂いって思うって、香水ってすごいね。え、ちょっと、え、覚えてるか分かんないけど、どれが確かにいい匂いだった。聞きたい。ゆりなちゃんの方は、うん、一番最初のこれ、超よ、マジいい匂いだった。へー、印象強いよね。ずっと残ってる。え、これやっぱこれが一番強いんだ。あ、くまちゃん、あ、やっぱこれいいんだよね。嬉しい。じゃあ、どれがいい。これは絶対私のなんか印象薄そう、全部。いや、そんなことない。なんかあったかな。赤ちゃんやっぱ赤ちゃんだ。これだよね。それアンナの匂いだもん。これだってやっぱり2人ともこれだった。あー、香水って最高。大好き香水。匂いっていいね。じゃあこんな感じでこの動画終わりですかね。うん、トップ5最近めっちゃやってるじゃん。サングラスとリップと。あ、確かにそうだね。香水と。もうまたあったらコメント欄に欲しいよね。うん、どういうのみたいなとか、ね、ぜひお願いします。はい、バイバイ。